今週末は土曜日6頭、日曜日は1頭出走です。ビクトリーキャッチがデビューします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はじめましての方はぜひいいねにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは出走情報スタート。今週土曜日は6頭出走です。まずは中山4レース。4歳以上障害未勝利に3番ラジェドール。中山6レース3歳未勝利に15番コスモエランドールと13番ビクトリーキャッチ。競馬場変わりまして阪神1レース3歳未勝利に2番マーレイン。阪神2レース3歳未勝利に8番ファストバック。最後、阪神4レース3歳未勝利に2番ブロードイメルが出走です。土曜日の注目馬は中山6レース3歳未勝利でデビューするビクトリーキャッチです。今週日曜日はなんと1頭だけの出走です。阪神6レース4歳以上1勝クラスにダンツエスプリが走ります。それでは出走馬の情報を1頭ずつ確認していきましょう。3月4日土曜日です。中山4レース4歳以上障害未勝利に出走するのは3番ラジェドールです。1000馬5歳の足毛くんになります。戦績は11戦0勝1着から3着が0回、それ以外が11回です。前走11月13日の現在4番人気になっています。ラジェドールくんなんですけれども、少し見ない間に5馬から1000馬に変わっていました。名前の意味はフランス語で黄金時代です。中山6レース3歳未勝利に出走する1頭目は15番コスモエランドールです。牝馬3歳のかげちゃんになります。戦績は3戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が3回です。前走11月27日の現在12番人気になっています。コスモエランドールちゃんの名前の意味は、カムリ名のコスモにエランドールがフランス語で黄金の秘書という意味があるそうです。同じく中山6レース3歳未勝利に出走する2頭目は13番ビクトリーキャッチです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。馬主さんはコスモビューファームさんで現在8番人気になっています。ビクトリーキャッチちゃんの名前の意味は、勝利を意味するビクトリーに掴むを意味するキャッチを合わせて勝利を掴むです。阪神1レース3歳未勝利に出走するのは2番マーレインです。牝馬3歳のクリケちゃんになります。戦績は4戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が4回です。前走2月11日の現在7番人気になっています。マーレインちゃんの名前の意味は、ヨーロッパ原産の2年草です。阪神2レース3歳未勝利に出走するのは8番ファストバックです。ボバ3歳の足毛くんになります。戦績は1戦0勝、新馬戦では7着でした。前走2月18日の現在9番人気になっています。ファストバックくんの名前の意味は、車体型式の一つだそうです。阪神4レース3歳未勝利に出走するのは2番ブロードイメルです。1000馬3歳のクリゲくんになります。戦績は5戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が5回です。前走2月19日の現在11番人気になっています。ブロードイメルくんの名前の意味は、広大な満面のを意味するブロードに冠名のイメルを合わせたものです。3月5日日曜日です。阪神6レース4歳以上1勝クラスに出走するのはダンツエスプリです。ボバ4歳のクリケくんになります。戦績は13戦1勝、1着が1回、2着が2回、3着が0回、それ以外が19回です。
前走2月19日の現在5番人気になっています。ダンツエスプリ君の名前の意味は、カムリ名のダンツにフランス語で基地に富むを意味するエスプリを合わせたものです。最後にお知らせがあります。ゴールドシップ産駒の出走情報、地方競馬バージョンについては毎朝ツイッターで投稿しています。ぜひフォローしてください。馬番が確定していないのは確定し次第コメント欄に投稿します。結果は日曜日にまとめて投稿するので、ぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。